人気漫画スラムダンクアニメ映画化。井上雄彦による少年漫画ヒット作スラムダンクは、1990年から1996年まで週刊少年ジャンプに連載されました。当作は高校バスケを題材に、主人公は小北高校に通う不良少年の桜木花道です。一目惚れした赤木春子目当てにバスケットボール部に入部し、初心者にもかかわらず名将安西先生のもと仲間たちと努力の日々を重ね、バスケットボールの面白さに目覚めて秘めた才能を開花させ、選手たちの人間的成長を描いた青春ストーリーとなります。当時の中高生から熱狂的な支持を集め、日本国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破しました。この度映画化にあたり、監督および脚本は井上雄彦自らが手掛け、キャラクターデザインおよび作画監督は鋼鉄城のカバネリのキャラクターデザイン、進撃の巨人の作画監督、アクション作画監督を務めるなど、過去人気作を多数手掛ける江原康之が担当する予定です。多くのファンから喜びの声が寄せられました。